こんにちは、ウィルツァーです。卒業旅行特集で、ご案内をしております。今回はですね、シンガポール4日間です。直行便で行きましてですね、ホテル2泊しまして、4日目の夜中に現地を、出発して帰ってくると。3日目の夜って感じになります。4日目の朝には福岡に到着するという形なんですけども、最低価格は5万5900円と、学生さん専用ということでかなりお安くなってますので、ぜひおすすめの商品です。12月のですね、15日までに申し込まれますと、5%割引やってますので、ぜひご利用ください。JTB さんのですね、商品ですね。で、シンガポールですね、すごく面白いです。セントーサ島というですね、ちっちゃい島があるんですけど、そこはリゾートアイランドになってまして、ユニバーサルスタジオとかちょっとしたビーチとかもあったりします。いろんな、施設がありますので、そこだけでも楽しいです。街中の方にはですね、巨大アートと言ってもいいぐらいのですね、これもう見ないと表現できないんですけども、植物園があります。これも夜中まで開いてまして、そこを散策するだけでもですね、はっきり言ってすごいです。で、あと有名なマリーナベイサンズの前ではですね、毎晩レーザーショーが行われてますので、それももう無料で見れますからですね、外から見るとですね、楽しみですね。で、あとホーカーズといいまして、食堂街というかフードコートみたいなのが街中にいくつかありまして、名所みたいになってますんで、その辺で、ランチとか食べられるのも面白いんじゃないかと思います。とにかくシンガポール面白いです。ぜひキャンペーンにご利用ください。よろしくお願いします。